中川正宏は、日本のジャズギタリスト。福岡県北九州市出身。1962年北九州市生まれ、北九州市在住。中学生の頃ジャズギターを始め、高校2年の時、小倉のジャズキッアベベにて、飛び入りで演奏し、ミュージシャンとしてのキャリアをスタートする。大学在学中は、福岡市内のライブハウスで活動。卒業後渡米し、 バリー・ハリス主催の伝説のジャズワークショップ、ジャズ・カルチャル・シアターで数々のセッションを通じ研鑽を積む。帰国後、東京に活動の場を打ちし、レギュラーグループを組み、吉祥寺、サムタイム、新宿、J、ピットインなどに出演。4年間の活動を経て、九州に戻りその後数度に渡り渡米。1996年より、ニューヨークのビレッジにあるジャズクラブ、 スモールズを拠点に本格的なミュージシャンとしてブルックリン、フィラデルフィアなどの近郊都市で演奏し多数のプロフェッショナルのジャズミュージシャンと交流しながら異色の日本人ギタリストとして活動。そのストレートアヘッドなスタイルからグラントグリーンの名にちなんでマサグリーンと呼ばれて親しまれる。ギル・コギンスをはじめバリー・ハリス、タルド、ハマー、ジョージ・コリガン、デズロン、ダグラス、 リッチー・グッド、ピーター・バーンスタイン、その他多数のミュージシャンと共演。1999年に帰国後は、福岡市在住で年1回、都米市現地の第一線で活動している音楽家とレコーディングを重ね、10枚の CD を作成。また、2008年よりレコーディングメンバーを東京を経由せず、直接、 福岡に昇兵死九州発信の夢の実現コンサートも続けている。2019年秋のツアーで第13回目を迎えた。常にたゆまぬ研鑽を続け、孤高のジャズギタリストと呼ばれる。正中川、クイーンシー・デイビス、ジャリッド・ゴールド、ありがとうございます。